織田が当たるは十分が一分の浅井勢、対して我ら徳川は三倍する朝倉に当たる。我らは織田の踏み台ですな。耐えるのだ殿。耐えたる行く末、その彼方に何が見えます。行く末の姿なく耐えるは自重にあらず卑屈。三河武士の位置、今こそ見据える時ぞ。進め。本多忠勝、彼は徳川家康の中心で豪僧トンボ切りと共に戦場を馳せていた。元亀元年、家康の同盟者織田信長は浅井、朝倉らの旧勢力と対立。業を煮やした信長は浅井領姉川に進出、家康の盟友として参陣する。多勢の織田が当たるは小勢の浅井、一方徳川は自軍に3倍する朝倉と戦わねばならなかった。文化のごとき敵に対し、忠勝が語るべき言葉はただ武だけであった。死戦場に立たば兵の高元より意味なし。第一は姉川の戦い、ただ戦いあるのみ。本多忠勝の武が姉川の決戦を勝利に導いた。その様は三国志の豪傑張飛に例えられた。だが帰国した徳川家康を危機が襲う。甲斐の虎武田信玄がついに立ったのだ。家康は三河武士の意地をかけ信玄の上洛を阻止せんと突出、信玄の背後を急襲する。しかし信玄はそれを予測しきっていた。三方ヶ原に待ち構える武田軍に家康は絶体絶命の危機に陥る。主を救うべく忠勝は信玄に立ちはだかった。死戦場に死に、戦場を生き抜く者なり。第二は三方ヶ原の戦い、ただ戦いあるのみ。殿が戻られたぞ。門を閉じろ。早くしろ。多くの家臣を失った。わしに行く癖が見えなんだばかりに。あたら、すまぬ、すまぬ。彼らは己が望む未来のために死んだのです。未来を殿に託したのです。見えまするか、殿の行く末が、たどり着くべき場所が。しかと見える。彼らが望み見ることのかなわなかった未来、太平の世が。死したる者どもの未来、殿が背負わねばなりません。重き荷よのう。久瀬川の戦いは本多忠勝が属する東軍の勝利に終わった。
東軍はこの勝利を決定づけるべく、西軍はこの敗北を挽回すべく関ヶ原の地に進出。決戦を見据え睨み合いを続ける。幾多の戦場を共にした愛僧トンボ切りを手に、忠勝もこの戦国最後の戦場に立った。浮きは死の友、友との名残惜しまん。第5話関ヶ原の戦い、今はただ戦いあるのみ。敵勢我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、核力に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きに寄せ負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。我が長年の戦場の友よ、お前も行け。戦国と共に。